アイテム番号、SCP-686JP、オブジェクトクラス、セーフユークリッド、特別収容プロトコル。セーフ指定時の特別収容プロトコルを閲覧。SCP-686JP は定期限度オブジェクト収容室に収容されます。実験時以外は一つの収容ケースにまとめて保管してください。1万発を目安として実験に必要な SCP-686JP を確保し、余剰分は焼却処分してください。SCP-686JP から半径 1km 以内へのあらゆるエアソフトガンの持ち込みは禁止されます。SCP-686JP は太平洋上の収容サイト、8197に保管されます。当該サイトから半径 30km 以内への軍用機、軍艦、原子力潜水艦、その他あらゆる兵器の侵入の試みは阻止されなくてはなりません。サイト、8197内の銃器は収容用の小銃のみに限定されます。実験時以外は一つの収容ケースにまとめて保管してください。SCP-686JP の収容室には複数の小銃が設置され、常に専用装備を装着した対策チームによる監視と生成された SCP-686JP の回収が行われます。収容室内の小銃は点検によって使用可能な状態を維持してください。1万発を目安として実験に必要な SCP-686JP を確保し、余剰分は完全に融解させた後に廃棄処分されます。説明。セーフ指定時の説明を閲覧。SCP-686JP は 6mm プラスチック製 BB 弾です。非破壊性検査により、構成するプラスチックは何ら異常性を有さないことが確認されています。SCP-686JP は確率操作と精神的影響1によって、SCP-686JP の誤飲、踏みつけによる転倒、エアソフトガンに装填されていた場合は誤射などを引き起こします。SCP-686JP から 1km 以内にエアソフトガンが存在する場合、SCP-686JP はさらなる異常性を発揮します。SCP-686JP は2時間ごとに半径 5m 以内に2から6発の SCP-686JP を生成するようになります。半径 5m 以内の範囲にまとめて保管した場合は、全体で同様の量を生成しました。この生成が SCP-686JP の主な移動方法であると推測されます。調査により、周囲 1km 以内のエアソフトガンの方向へ生成することが判明しています。SCP-686JP は 6mm プラスチック製 BB 弾です。構成しているプラスチックは燃焼せず、融点は2698度でした。現在、完全に融解させる以外に SCP-686JP の異常性を失わせる方法は確立されていません。SCP-686JP は周囲の人間への確率操作と精神的影響によって、踏みつけによる転倒、小銃を所持していた場合は小銃の後発、誤射などを引き起こします。また精神的影響には SCP-686JP を肉眼で認識することが困難になる効果も含まれています。映像機器を通すなどの処置で対策が可能です。SCP-686JP は5分に1度、半径 1km 以内にランダムに100から300発ほどの SCP-686JP を生成します。半径1メートル以内にまとめて保管した場合は、全体で同様の量を生成しました。この生成が SCP-686JP の主な移動方法であると推測されます。周囲 20km 以内に使用可能な小銃が存在する場合、その方向へ生成を行うことが判明しています。生成可能圏内に使用可能な小銃が存在する場合、数発の SCP-686JP が小銃内に生成され、小銃が使用不能になる場合があります。この生成で小銃が破損した事例はありません。2000年、月、日、県、町にてエアソフトガン関連の怪我の異様な増加が報告され、財団の把握するところとなりました。製造会社は倒産しており、工場、責任者などを特定する試みは失敗に終わっています。財団は流通済みの SCP-686JP を回収後、関係者にクラス A 記憶処理を施しました。事案 686JP、1、2000年、月、日、サイト、81、内の訓練用射撃場において拳銃の後発や誤射、転倒が相次いで発生し、名の負傷者を出す結果となりました。
当日に SCP-686JP の特異性の変化が報告されていたため、関係性が疑われました。調査の結果、原因が SCP-686JP であることが確定。特異性の変化は、SCP-686JP の収容室から860メートル離れた地点で小銃の輸送を行った後に発生したことが確認されています。サイト内の銃器を一斉点検し、発見された SCP-686JP は収容されました。実験によって SCP-686JP の変化した特異性の詳細が確認された後、収容プロトコルの改定とユークリッドへの格上げが行われました。この事案を受けて、SCP-686JP に周囲の銃器及び兵器に応じて能力が成長する疑いが持たれています。ほい。以下はサンプルとして保管した SCP-686JP のパッケージ、SCP-686JP-A として指定に記載されていた文章です。パッケージ自体に文章の変化以外の特異性は見られません。同様の文章が全てのパッケージに記載されていました。これまでに2回の文章の変化が報告されています。さらなる文章の変化は直ちに担当者に報告してください。2000年、月、日、オブジェクト回収時点の文章を閲覧。エアガンで遊ぶときは、周りをよく見て、気をつけて遊んでね。保護者の方々へ。この BB 弾はお子様の安全意識と注意力を鍛える特殊加工済みです。多少の紛失ならば、自律機関機能もお付けしております。2000年、月、日、事案 686JP、1直前の文章を閲覧。エアガンよりかっこいいおもちゃを使いたい。それならもっと気をつけないとね。保護者の方々へ。この BB 弾は特殊加工済みです。お子様の安全意識と注意力を鍛え、紛失しても安心の自律機関機能付き。近日、機能の拡張を予定しています。2000年、月、日以後、特別収容プロトコル改定後の文章を閲覧。僕たちはいつでも君たちを見守っているよ。おもちゃはいつでも綺麗にしておこうね。財団のみんな。保護者の方々へ。この BB 弾はお子様方の安全意識と注意力を鍛える特殊加工済みです。自律機関機能を含め、先日各機能の強化を行いました。今後もお子様の環境の変化に合わせ、順次拡張を行っていきます。ぜひ、お子様のお友達にもおすすめしてください。SCP-686JP は完全に財団の存在と自らの境遇を理解していると推察されます。にもかかわらず、我々を、子供、銃器を、玩具、として表現し続けています。これが SCP-686JP の文章改変能力の限界による事象ならば構いません。ですが、SCP-686JP 外としてこのような表現を続けているならば、我々は、保護者、の存在を意識しなければならないでしょう。継続的な調査の必要性を主張します。博士、